はい佐々木です本日は9月の22日ですね、日曜日動画の方を作成をしております。2019年ですね。こちらの方はですね、トレーディングカレッジというですねコースの方の公開のイントロダクションということで収録しているということでご了承ください。はいということで、ちょっと先週の振り返りなんですけれども、今出しているのはあのドル円ですね、ドル円ちょっとあの上下にひっくり返して立ち跡になるんですけれども、ドル円の方を今表示をしています。 でまあ、比較的ドル円だったりというのは8月の中盤以降はです、ねまあ、分かりやすい動きをしてきたのかなというイメージはあります。はい、で、まあ、あ先週なんかは特に例えば原油が大きく動いたり、ね、あの週,週明けの月曜日でギャップアップをしてです、ね、大きくあのドローンの攻撃で、ね、60ドルを超えて寄りついて。 でその後またあの生産再開ということで、ガサッと落ちるとかね、かなり荒い動きをしたりということがありましたけれども、まあ、なので、先週あたりは、どっちかっていうとね、その原油だったりとかのところに、ボラティリティが集中したのかなと、逆に言うと、例えば普段荒いビットコインだったりとかっていうのは、非常に静かなね、1週間だったのかなっていうのはね、興味深い週だったように思います。 まあやっぱり負けてみるときにね、あの、大切なのは値段帯もそうなんですけれども、やっぱりタイミングということですよね。じゃあ、いつ、それが起こるのか、いつなのか、例えば、まあ、上がる、下がるだったりとか、っていうのが分からないにしてもですね、イベントというのは決まっているんで、じゃあ、そこのタイミングで、じゃあ、それが、まあ、サポートに近いのか、レジスタンスに近いのかみたいなことがね、そのテクニカルであるとか、あとファンダメンタル、あと内部情報で分かるということがあれば、まあ、比較的、その、対象を絞りやすいというような、まあ、あの、 見てない人に比べるとね、体重が絞りやすいっていうところがあるので、はいまあ、そういったようなところは非常に如実に出た8月だったのかなというのはね、ありました。 はい。まあ、具体的に言うと、ドル円に関していくとですね、例えば、えー、まあやっぱり8月の23日のジャクソンホールあたりはね、すごくわかりやすかったですよね。あのパウエルさんの方が、えー、追加の緩和するのかどうかっていうことで、えー、特に大きなアクションをしなかったっていうことで、まあドルの方が代わりに行ったっていう、まあここがね、ちょうどタイミングになったんですけれども、これがちょうど105円。 をヒットするかしないかみたいなところでね、えー、言ってたんですけれどもでまあけっあの FOMC があった翌週ですよねはい翌週にはいあの月曜の寄り付きでドカンと動いたんですけどまあこれはどっちかっていうとそのドル円がどうこうというよりもまあ,あのトルコリラですよねはいトルコリラだったりとか新興国の通貨から1 あのお金がガサッと抜けたっていうのが一時的にあって、それでそのロスカットが誘発して、え円建てのね、あの通貨が、あの資産が多いんで、リラだったりとかっていうのは、円建てのリラが落ちることによって、巻き込まれた形でですね、まあ、奴隷の方が105円を割るというようなところまで行きました。まあ、ただ、投機筋のポジションだったりとかを見てやってもですね、まあ、ほぼ、お限界値だったりとかっていうことと、あとは、特定の,あのプレイヤーっていうのがね、ちょっともう買わされてたっていうような状態だったんで、その特定のプレイヤーさんっていうのは、あの、奴隷に に関していくとそんなに長くも出ないタイプのプレイヤーなんですけどね、そこのプレイヤーが、あーもう、円ロングを積まされてた、つまりドル円で言うとショートを積まされてたと、あの持たされてたっていう状態で、それが長くつかないということで、ガラガラと崩れたね、えー、ような展開になりました。で、先週は108.5というところを打って、えー、一旦は戻っていくということにはなったんですけれども、まあ、この108.5っていうのもやっぱりタイミングなんですよね、まあ、ちょうどそのタイミングだったということもありますし、 また、あ、ね、あのテクニカルの指標で言っても、冷やして RSI が、あの、売られすぎの件に到達しているっていう、まあ非常にわかりやすいというかね、あの、多くの人が見る指標だったりとかっていうのも出ていたので、まあそういったのもあって、こういうふうにリバウンドしていったのかなというようなところでした。 ちょっとドル円に関していくとです、ね、来週どうなのかということに関して言ってもです、ねまあ、やっぱりタイミングですよね、はい、タイミングで、えー、次に大体クライマックスが来そうなタイミングというのはほぼおよそお特定ができているので,で特にドル円に関していくと。 あの2つの要因ですよね、はい。金利だったりとかと、あとリスクの要因ということで、金利に非常に影響を受けやすいということと、あとはあその安全資産というか、そのリスクに対する世の中のセンチメントですよね。はい、リスクに対して世の中が危険を感じるということになると、円が買われやすい。そうじゃないと、円が売られやすいという側面が出てくるので、じゃあ、その2つっていうのがどういうふうに動いているのかっていうようなところによって、まあ、ある程度、方向性っていうのは、まあ、ある程度見えてくるのかなというような状態ですね。 はい、で特に、じゃあ金利の動向がどうなのかっていうことでいくと、まあ、先週いろいろあって、えー、ベードルの方はですね、金利の方が弱含む展開になってきています。はい、なので、マーケットの方は、まあ、フェデラルの方がバランスシートを拡大するっていう風な方向に、まあ、ベットしている、特に金曜日ですよね、金曜日に一気に舵を切ったイメージがありますけれども、そっちの方にバランスシートを拡大するっていう方向に、フェドが行くっていう方向に、 自分のポジションをねあの、はめてるっていうプレイヤーの方が一気に増えてきてますんで、まあ、それでいくとですね、どっちかっていうと、円ロングというかね、あのドル円がさらに上に行くのは、ちょっとなかなかあ金利からするとしんどい状態になり始めているのかなっていうのが先週の金曜日の状況ですね。 で、あとは内部の動向を見てやってもですね、まあ、ちょっと、あの、興味深いんですけど、あとこの辺はね、あの、ドル円単体で見るよりも、例えばゴールドだったりとか、あと、金利全般で見てやったりしてやると、ドル円がね、向かわざるを得ない方向っていうのが、およそ絞り込めていくのかなっていうイメージがあります。まあ,あとはタイミングですよね。特に国慶節だったりとかっていうのは一つの節目になってくるっていうかね、あの、そういったようなタイミングっていうのは、世の中の人が注目していくんで、えー、そういったタイミングでもって、まあ,あいろんな、起こりうる イベントだったりとかっていうのをですね、ある程度想像をあのまあいくつかシナリオを立てておいてね。 それでもって取引をしていくっていうふうなことを考えたらいいんじゃないかなというふうなところでございます。はい。えー、ということで、ちょっとこちらの方はどうあの公開のイントロダクションだったんですけれども、ちょっと今からやることっていうのはですね、あのまあ、あまず金利全般ですよね。はい、金利の全般、超短金利だったりとかあ、あとはその今の金利をですね、押し進めている、ちょっとマーケット側今びっくりしているよあの内容、まあ、話っていうのがあるので、じゃあそれについてどういったことがあったのかなっていうようなところの背景で あとそれに基づいてじゃあ今ゴールドがどうなるかゴールドっていうのはあの金利の影響をねもう如実にも,もろかぶりをするんではいじゃあゴールドがどういうところに行ってるんでしょうかっていうようなところであるとかあと他のメタルですよね、はい、プラチナだったりとかシルバーだったりとかとの関係、えー、っていうのもその金利っていうのを通してやると、まあ、ある程度見えてくるのかなっていうところですね。 はい、あとは原油なんですけれども、原油の方は先週月曜日にドカンと上げました、まあ、自分もラッキーパンチで、前の週に仕込んでたロングがあ,のあ,のあったので、まあ、それは無事に利確ができたんですけれども、ただ、あのどっちかというとラッキーでね、はいあの、逆のことを考えると恐ろしかったとっいうこともありましたけれども、あのまあ、ファンダメンタルからしたら、あ行くところに行ったのかなというようなところがありました、まあ、なので、ちょっとじゃあ、原油が今、どういう状態なのかというようなところであるとか、あ,です、ね、あとは為替ですよね。 あと、特にユーロですね。はい。ユーロあたりは来週ちょっと動くかもしれないですね。はい。ユーロ、ポンドより多分ユーロかな。はい。あたりは動きそうなところかなっていうところとですね。あとは、まあ今、あの世の中のセンチメントっていうのは結局、米中の経済戦争っていうか、あの、結局、なんていうんですかね。もう、あの、経済摩擦というか、まあ戦争ですよね。 はい、経済戦争の中で、えー、じゃあ、それがあテンションが上がっていくのか、下がっていくのかで、上がっていけば、響く銘柄っていうのもあるし、下がっていけばそ、そ下がったで、響く銘柄っていうのもあるんで、じゃあその2つは準備しておいてやって、まあ、要は、どっちに転んでもですね、じゃあ,あのな、取るべきルートっていうのが取れるようにしとけばいいのかなと、結局何が起こるかっていうのはね、分かんないんで、えー、何が起こるか分かんないんですけれどもお、こう来たらこう、こう来たらこうっていうのはある程度、準備はしておいてもいいのかなっていうようなところですよね。 はい。などなどですね。まあ、あとは、あの、週末にポジション動向が出ているので、ちょっとそれでビットコインを見てやると少しね、ちょっと興味深い動きが出てたので、それは少し今日の、あの、今からのね、中でも少しだけ触れるっていうことにしておきたいというふうに思います。まあ、なので、あの、全般的には、やっぱり鍵としては、スェデラルの方がね、結構緩和の方というか、お金をぶっ込んでいく方に鍵を、あの、舵を、 切り始めたっていうところですよね。はい。それがかなり多くのマーケットの影響を与えてきてるっていうところになるので、じゃあそれによって、まあ、じゃあどういったね、え、ルートっていうのが見えていけるんだろうかなっていうようなところね、あの今からちょっと細かくやっていければなと思いますので、はい。ご興味のある方はね、あの続きの動画の、動画の下の方に続きの受講できるリンクの方を入れておきますので、はい。あの、もしご興味あるようでしたらですね、ぜひ受講してみていただければ、あよろしいのではないだろうかなというふうに思います。 はい。ということで、えー、本日は、ちょっと、トレーディングカレッジのね、公開のイントロダクションということで、えー、動画の作成してみました。はい。今日の日曜なんでね、また、あの、連休明日までね、お休みということで。はい。日曜は、あの、日本は休みなんですけどね、マーケットの方は、あの、開いているんで、えー、まあ、楽しんで、えー、やっていければなというところでございました。はい。ということで、ありがとうございます。では、失礼いたします。